役割がランダムに決まります。そのままお待ちください。あなたの役割は人狼。ありました。仲間を確認し、話し合いましょう。あ、はおい。願いします。はい。自由にやっていただいて、はい。思いっきりお任せします。自由に。わかりました。はい。どこすか、兵隊集めますね。はい。切ってもらって大丈夫です。まあ、人狼だからもう、あ、お待ちく眠だ気があさい。るから寝なきゃいいけど。久しぶりにやるくらい村やらせてほしいのに。まあ、やりましょう。朝が来ました。初日の襲撃はありません。8番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、そうだ。まあ、とりあえず、まあ、俺の好きなようにやらせてもらうよ。誰が何と言おうと、俺は俺の生き方で攻めます。何者にも動じない。そんな心の持ち主？それが8番アニマルクエス。アニマルクエス。です。バス。9番さんが発言します。思ったことは、8番がメンタル人外かなって思ったね。まあ、これは人外だと思ってるっていうわけじゃなくて、メンタルが人外だなって思ってる人で、このメンタルでも村人の場合もあるって感じかなと思ったね。8番に関しては、なんだろうな。好きなようにやらせてもらうっていうことは騎士かなとかって若干思ったかな。それが狂人かって感じかな。8番のね、はそんな感じかなって思ったかな。で、騎士は出てきてほしくて、騎士に占い飛ばしたくないのと、仮に4番であっても出てきてほしいかなと思ってます。噛まれた後に4クロ出された時に4番さんのどうしても乗っ取り追われるから騎士は必ず出てほしいが。1番さんが発言します。はい。自分が真の占い師で、8番三四郎です。はい。まあ、ちょっと萎えてるんですけどね。8番さんに関してはちょっと2周目発言伸ばしてもらわないと、俺視点ちょっと8番さんの狂人を追わないといけないっていう視点になってくるので、まあ、ちょっと2周目頑張ってほしいかなと思います。はい。対抗の9番さんに関しては、まあ、強かろうかっていうところまで判断ついてないんですけれども、自分視点は8番さんの白がランダムで出てて、9番さんが8番さんに対して強靭か騎士かなっていう、まあ、構図を落としてるんですね。で、9番さん視点、8番さんの色が透けてるかなっていう発言も取れるので、まあ、現状強かろうかで言うと、まあ、ローの方が可能性としては高いのかなっていうけど、思うんですけど、まあ、ちょっと様子としては薄いのかなっていう感じですね。ちょっと精査対象がいないんですけど、騎士はとりあえず今は出なくていいと思います、以上。2番さんが発言します。はい、お願いします。これはどうだ？9、4、4、1、8、4ね。
ね、これ僕だけじゃないと思うんだけど、これ8番さん絶対名は届くだろうと思ったら1番さんが8白ね。で、9番さんも、まあ、これは捉え方の違いかもしれないけど、やんわり8をかばったようにも聞こえたんだよね。そうなるかっていう感じかな。っていうのも、1が8白ってのは結構驚いてて、狼、仮に1番さんが狼やったら8白はだいぶ無謀な行動にも見えるんだよね。まあ、ちょっと様子見ますか。はじまさん、大丈夫？3番さんが発言します。そうですね、一応狂人で、死の占い師が出てくるんでしょう、おそらくはね。急にいろいろやろ。どうせ8の芯をつけてるから、9番さんで8に対して、気をつけし、行ってるから、まあ、9つったいんじゃないですか。あとで、死の占い師出てくるからね。なので、まあ、それも分かってる2番さんもな、1番さんに対して疑いを設けてるみたいなことやろ。8の芯、気をつけてしてるから、急にいろいろ一強人やろな。で、芯が出てくるんやと思うよ。多分、6番さんぐらい出てくるんちゃうか。死の占い師が。ほな、もうどうせ9つるやろ。いや、9番さんな、出現してるっていうか、出現じゃないかもしれんけど、なんか、8に対して、なんか、4番さんが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあ、眠くなってきたから正座でやろう。91が眠る前じゃないじゃないと。多分2番さんと3番さんそう思ってんのか。なるほどね。でもまだ分かんなかったけどね。どっちもあんのかなって感じで思ってた。まあ、仮にどっちもないとしたら、2番さんと3番さんは、すげえなっていう感じで思いましたね。5、6、7、8で出てくるか、まさかのダークホースで2番、3番が出てくるかというパターンですか。なかなか難しいな、この試合は。あなたの発言です。もう答え出ましたね。占いですね。僕白です。ということで、まあ8か4でしょ。18か94なら今日8すりましょう。4占えばいいだけのことなんじゃないですか。もう一縄で終わらせたらいいんだと思います。簡単なゲームでした。まあ18か94ってとこでしょ。もう8と4が黒すぎですから。はい、8か48つって、4占うとか、4つって8占う。これ簡単だなと思ってます。はい。本当にまあ、8番つって、4占う。もうそれでもう結論出るでしょ。今のままだと。まあ、もう少しね、ちゃんとやってほしいけど、もう片白が、ね、対抗が言ってるその白先が、とても黒いって皆さんが思ってると思います。皆さんがそう思ってると思います。私もそう思います。かっこいいです。以上です。はい、6番さんが発言します。9番1番だった時は9番が占い師のカードを持ってる発言ではないなって思ったのが、4番がカルドでも出てきてほしい、4番が噛まれて黒を打たれた時乗っ取りも追わなきゃいけないから面倒だっていう時点で、別に4番が出てきたとしてメリットもあるよね。4番が黒打たれて4番が新カリだったら、だからそのやり取りが変なのと、9番のその1の指摘は確かにそう、8番の自分勝手ってことを言いたいのだろうなっていうのは推測はできるんだけど、9番のそれだからとして強気な発言だから狩人かなは色透けてるんだろうなと思ってるから、だから8番が狼だと思って1番が8番
白をしたんじゃないかっていう感じではなかったかなと思ってるし、4番自身はそれで思った時には9番4番には見えてなくて、まあ、結果915だったら1のあの発言は理解できるから9番釣りで狼を釣れるんだねって思ってた。7番さんが発言します。はい、まあ、そうですね、まあ占い師34なんで、まあ待ってたからまあ入れてく感じ。まあ黒いきましょうね。黒を取ったら強いんだ。いや、黒を取んない方がいいかもしれないですね。っていうのも、黒を取った場合、黒を取っちゃった場合、真の占い師さん噛まれちゃったらちょっとグレーをひどくなっちゃうんでね。ちょっとこれ難しいやつよね、はっきり言って。まあ今日は占い師なんで、まあ偽ですよね。偽を釣っていく、こんな感じでいきましょう。まあグレーに関して、わからない。8番さんが発言します。じゃあ霊能さんいますか。霊能さんいますか。いないんですか、こんな村。なんで4番さん騎士って言ってたの。出ないよ普通三振王で。大丈夫。じゃあ678隠し白ね。はい、じゃあ5番からいきましょうね。はい、5番から。秀夫くん5番でいいよね。秀夫くんがいい、5番行くって言ってたから、5番行きます。4番偽でしょ。5、4つって3番決めるで、まあ、2番1番ローラーっすね。はい、クソ簡単なゲームでした。だって、4番三四郎でさ、騎士出ないもん、普通。で、後から3番が出ちゃってるし、もう無理だよ。もう無理だよ。簡単すぎんな、おい。5番、4番。ここまでは、間違いない、釣り順。ねえ、3番さん。ねえ、秀夫くん。秀夫くんも5番一緒に行こうよ。9番さんが発言します。はい、2番が死んでしょうね。だから3番が2番越えして5番釣って、その後3番が678を越えすれば勝てると思ってます。自分死んだけど1459を釣り切ったら勝てるかなって思ってます。51ローローのこの盤面上、51ローローのあれだと思ってます。進路だと思ってます。四白持ってるけど、あの騎士からのあれすら、いやーけどなー、4番狂人の世界線もあるから2番狼もあんのか。さすがに4番狂人の5一ローローでしょう。はい、1259釣り切ったら勝ちです。4番狂人の世界線あるからな。いや、まあいいです。はい、まあ、5番からいってほしいですね。4番なんかあんのかな、騎士から霊能すらで、騎士出しでしょ。全人外にしたかったってこと。
士出したかったってこと？で、霊能で出てきたんでしょ？意味がわからないな。4番狂人だな。だ51ローローで完結ですね。51ローロー、4番狂人、3番シーン。3番じゃない、2番シーンだね。はい。じゃあ5番釣りますね。はい。1番からでもいいけど、票が集まりそうな方に行きます。以上。なんで、狂人は、1番、こんなことやってんだろう。発言します。直近の9番さんの発言を聞くと、まあ、急にローも全然あり得るかなって思ってるんですけど、発言だけ取れば、4の出方もね、合わせて4の方が偽っぽいんですよね。そもそも3仕様で、騎士仕様で出てくるメリットがない、霊能だとしても。なので、まあ、正直発言取って、まあ、発言と行動、4番さん変だなって思ってる。ただ9が狼で出てきて4を初手で書こうかなっていうのもちょっと思うけどね。まあ全人が露出してるんで、まあ自身が最終的に釣られなければ4縄で勝ちなんですけど、はい。まあ対抗の9番さんの偽を取るとしてあげるのであれば、まあ8の色付けをしていたところ、まあ結果としてね、今678って村角なんで、はい、全人が露出盤面なんで、で5番さんの偽を取るそうが、まあ、対抗が2人出てて、まあ、3使用盤面なのにもかかわらず8の釣りを押したところ、5番さん視点1級は陣外っていう視点になるので、1級詰めればいいんじゃないですかっていう話なんですよ。はい。でもなんか3番さんが変なムーブかまして、なんか 6番あたりから占いが出るんじゃないかっていうのを、まあ、3番が発言したことによって、まあ、5番さんが強靭でね、まあ、3、6で見て6を囲ったっていう線もちょっと追ってる。だからその場合は9路5強。で4が偽で追ってるから、まあ、4が A 型1っていう感じにはなるかな。まあ、とりあえず3番さんの指定には従いますけど、自分以外すれば勝ちです。以上。2番さんが発言します。ね、まず、6番さん、7番さん、8番さんはよく考えてほしいっていうのと、ちょっと整理すると、で3番さん、騎士確定ね。で、4番さん、狂人だと思ったんだけれど、狂人として出るとなると、占い師3人じゃん。新郎郎ってことになるんだよね。おかしなこともあるもんだなと思って。4番さんがじゃあ、狼として出たのかっていうのは、まあ、この辺は僕も、その線も全然追ってるし、まあ、これから4番さんの発言もあるから、それを聞いて皆さんがどう判断するのか考えてくれればいいと思うんだけれど、まあ、当然今日占い師に行ってください。で、8番さん9番さんは5番さん釣りたがってたよね。僕割とフラットに見てるんだけどね。まあ、これから5番さんの発言も聞けるんだけれど、なんで9番さん、5番さんのことは狼だって思ったんだろう。まあ、こればっかりはもう明日にならないと。もし、9番さんが生きてたら聞きたいんだけれど。で、僕個人の感情としては、4番さんに入れて盤面をすっきりさせたいんだけど、それはちょっと、村目線というか、皆さんもいや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 っていう話になるから、絶対に占い師誰かに入れてください。僕今のところ5番さんの話も聞きたいけれど、91で言ったら9に入れたいかな。以上。3番さんが発言します。まあちょっと、まあ、スラはしてるんだけども、2番さん黒なったかな。俺、4番さん黒やろ。2番さん目で。絶対4番さん黒やで。うん。供述するわけないんか、そんな。全人が露出の最後の場面出てきたら、4番さん、絶対黒じゃない、2番さんって。だから4番さんの黒結果出して、
で、9と1と5がお互い占い合ったらもうせしまいやっていう話じゃないの。結局は、2番さん目線は。2番さん黒いな。まあまあいいわ。でも、ただ、あの占い師の中で一番変なのは9番さんやと僕は思うけどね。9番さんって、なんか二強人4番さん狼とかなんか言うとったけど、真どこにおるねんみたいな話やんか。うん、真どこにおんねんみたいな話。まあだから結局、ちょっと僕はちょっとな、もうちょっと、届かへんかった場合って6番さん7番さんとかがまあこう隠しろや境に考えてくれていいからね。僕の言うてることが正しいわけじゃないから、6番さん7番さんとかで結構答えを導き出してくれたらいいんじゃないかなと僕は思ってますけども、うん、なんならこその隠しろの位置を守らないといけないからね、僕の中では。なのでなんかちょっと2番さんちょっと 変なこと言うとったな。まあうん、ちゅうか、4番さんは、あれやねん、おかしいねんけど、おかしいねんけど、2番さんは変なこと言うとった。で、占い師の中で言うたら、1番さんがなんか、人外かもしれんけど、普通のこと言うてるっていうことかな。1番さんだけが普通のこと言うてるな。この、ご人外の中で。ご人外ちゅうか。ご福神、ご福神じゃない。ない。4番さんが発言します。まあ、6番さんと7番さんと8番さんに、まあ、言うんですけど、まずなぜ騎士で出たか。もしも俺しか出なかった盤面ね、そのままだった盤面って、まあ、915のどこかを釣る盤面だったじゃん。で、騎士は潜伏してた盤面ね。その場合騎士の守り先って俺になるわけね。で、俺でグッジョブが出て、でなおかつ2日目で騎士 CO もできると。わかるかな、この言ってる意味が。人狼が確定で俺を神に来るわけよ。騎士4番しか出てなくて霊の潜伏している、じゃあ4番しか神とかねえな、4番行くかってなって、それをしたかったのね。で結局はこの盤面になってしまったと。まあ最終的には24の卓になるわけね、村視点で。俺が狼でまあ、この盤面を作ったかどうかっていうのを、まあ、考えるのは678と。俺は3番さんを2日目まで活かせるような動きをしたと俺は自称してる。ただそれが多分その伝わるかどうかっていうだけね。つが村支店仕事終わってんのは9でしょ、どう考えても。9番支店って2番心霊能と仮定するのであれば1号で、1号つって終わんないな。9番視点って2黒確定だから、だから9番の占い結果はもう必要ないな、この盤面なので。盤面的に9を落とすで、9黒結果が出た瞬間に次は俺落とされてもいいよ、その後は2番をつればいいだけだから。以上。あなたの発言です。はい、まあもう簡単ですね。91、24釣り切りで終わりです。はい、もう占いまでもないけど、はい、まあまあ、4が怪しいなら4釣って2番も釣り切って9番1番釣り切ればいいし、91を釣り切った後に、まあ、占い結果聞いて5番の芯で進行する。簡単な村でした。まあもう少し真面目にやってほしいなと思ってます。圧倒的なシングルない。それが私ですね。一応釣り切って24の色付けをするか、もう24の方がやるのかはね、村が決めてください。91が人外です。はい、以上です。6番さんが発言します。2番4番だったら4番さん進化なって2周目は思ったな。2番の視点の中ではさ、4が白だった時ってまだ9の新世界が存在するから、2番自身で9釣りにはならないよね。だから4番がその状況で9番の仕事が終わってるから、で1番5番で統一占いってなる視点はまあ理解するかなと思ってて、で貯金の2番は1番の発言を聞こう。1番の発言の中で5番強人46狼って存在しないから、だから1番の芯もないよね、この状況で。で、一番ってわざわざ釣られに行った？あれ。って思っちゃったし。
9番むしろ5番が狼で出てくる1番9番ってなった時に、あの1番が1つ言ってるけど、5番は8番を釣り押してはいないね。1番8番狼ないしは9番4狼のどちらかのタスクで囲いが存在してるんじゃないかって発言してるから、別に8番釣り押してないですね。4番のそのなんていうの、囲われて2番様に扱いづらそうにしてて、9番の芯もあるんじゃないって発言が、おそらく4番の方が芯らしい、2番の方が芯切れるかなと思ってるからって思ったけどね。2周目の2番はなんかもう芯切っていいかなっていうレベルだったけど、これ占いから行くべき、まあいいか、まあ1番9番から釣っていいかなと思って、5番おそらく多分1分8、9、4とか言ってるから興味が高いんじゃない。7番さんが発言します。まあそうですね、まあ、4番さんがだから、まあ、狂人だったとしても神だったとしてもですね、まあ、わざわざ三四四の状態で出る必要ないんですよね。出てきて終わりじゃないですか。ってよりも4番さんが、まあ、霊能で潜伏して狩りとか出て、まあまあとかそういうのでやろうとしてて、まあ、3番さんができちゃったので、まあ、実は霊媒師ですと感じで逃げようとしたところ、まあ、2番さんが出てきたっていう感じですね。はい。まあ、仮に4番さんが、まあ、狼狂人だったとしてもですね、まあ、わざわざその、出てくるかって言ったときに、まあ、どっちが可能性あるかって言ったら、やはり今言った4番さんがですね、まあ、そういうふうにしようって言って出てきた。はあ、っていうふうには見えますけど、まあ、2番さんも2番さんで逆に言えば、なんで出てきたのかなっていう形なんで、まあ、結局、五分五分ですね、やっぱり。はい。まあ、今日はあの、8番さんのアニマル君がね、5番さん、気持ち悪いんで行きましょうってことで、まあ確かに、気持ち悪い要素は確かに、あの、わかります、僕もすごいんで。うん、まあ一応、まあもう全人が露出なんで、気持ち悪い5番さん行きましょうか。半分5番さんリア強みたいなもんで、ね、今日は5番さん釣りでお願いします。8番さん頑張りましょう。投票してください。アバターをタップして選択できます。うん。あ、どうせもう勝てないから、まあいいや。投票を終了しました。追放されるのは、5番さんです。あなたの発言です。はい、まあ私が芯でしかないんでね、なんで芯を捨てるんでしょうかって思いました。ちゃんとゲームしてほしいなと思ってます。以上です。夜になりました。そのままお待ちください。襲撃されたのは3番さんです。4番さんが発言します。5番人狼だったね。9番と1番は2番白と、つまり新占い師も2番白と言っていると。もう、新郎論になったと。まあ、新郎論になってるのであれば、19ローラで終わりだね。まあ、俺時点では19ローラしたら終わりましたってなるんですけど。終わんなかったらじゃあ俺釣りでいいんじゃね。
5番黒で9番と1番の新占い師が2白と言ってると、どちらかが、だから2番は白と、9、1のどっちかが5番と相方ということで、僕はもう発言する必要はないで、2番はこうなると4釣りだ4釣りだって言ってくるんだ。だから9、1釣って終わんなかったら4釣りでいいよ、飲んでやるよ。2番さん、2番さんは悪くねえんだよな。5番さんがやらかしたと、新郎の。まあ、リア卿がいないのであれば村が勝てると。あ、そうだ、このゲーム、6番さんが発言します。2番さん視点は五白だから、結果旧視点は24が白白だから、1番5番狼が確定してる状況で、1番5番でやってた。で4視点は5黒だから、あ、4視点もそうなのか、1番9番釣り切ったら終わりますよ、で最終的に戦うのを考えてたぐらいかな。けどなんで占い先が一番遅いんでしょうかって思ってるんで、一番釣ります。7番さんが発言します。まあそうですね、まあ、4番さんは2番さん気使って2番さん悪くないって言ってましたけど、まあ新郎新郎だったら2番さんやらかしちゃってますよね。まあ占い師のそのやり、多分黒でわざと釣られて黒結果見してグレー行ってっていう風なのが多分やろうとしたと思うんですけど、2番さんが出てきてしまってって形になると、まあ、やらかしちゃってますよねっていうような形で、まあ8番さんにお任せいたしますね。まあとりあえず気持ち悪い5番さん釣ったんで、まあ結果的にまあ4番さん5番さん黒で、まあ2番さん5白、まああとは8番さんが8番さんの力で、はい、僕は僕の魂を八幡さんに全部預けます。エネルギーを預けるので、その僕のエネルギーのままぶっ放してください。はい、僕は魂を八幡さんに預けました。はい、で五番さんは除霊しました。八幡さんが発言します。はい、お願いします。あ、ひでおくん分かりました。まあ僕にかかれば、この試合はもう、勝ち負けはどうでもいいんですよ。はい。でも、心の中ではもう勝利してますね。5番さんを連れた時点で。僕の勝利です。はい。それだけでも、アニマルクリス、もう、よく寝れます、今日は。はい。まあ、釣り位置なんですけどもね。これはね、何かおかしいなってちょっと思ってます。はい。何かがおかしいですね。まあ、5番さんのシーンはどう見たってないでしょ？誰がどう見ても。なのに9番いってる？ 6 番。6番さん人狼じゃないですか？って僕思ってるんですよ。実はね。これ6番さん人狼じゃないですか？なんか言ってることずっとおかしいんですよね、6番さんって。気のせいかな？なんかそんな気がすごいしてるんですよね。6番さんが人狼な気がするんだよな。まあでもそれ追っちゃったらあれか。うん。はい。じゃあ、もう、ひでおくんの考察、どれぐらい神がかってたか9番1番言ってください。言わなかったら、言わなかった方釣りで、ま、
本気も、ね、9番さんが発言します。いや、ちょっと最後、プツプツで、何、ヒデオくんの何を言わなかった方が勝ち？ま、あの、釣り、わかんないけど、19ロール、19釣り切りで勝ちだから、はい。1釣り、5釣り、1釣り、9釣り、4釣りで、もう勝ち確だから、もうそれだけしか言うことないっす。はい。2番隠しろなんで、1釣り、9釣り、その後4釣りで勝ちなんで、今日は一番釣ってください。以上。まあ、仮に9釣り、1釣り、4釣りでも勝ちなんで、もうローラーして4釣りって4番も飲んでるから、で、2番隠しろだから、もうそれで終わるから、はい。まあ、一番行ってくださいって感じかな。以上。1号ローロー、4進の2強陣でしたって感じ。はい。なんで2番出てきたのでしかないな。はい、1釣りで。1番さんが発言します。6番さん、今の発言はしっかり聞いてましたか？あのね、5番って初週8釣りをしてたよ。6番さん、7番さん、5番さん、あ、7番さん、8番さんか。ちょっと6番さんどうにかしてほしいんだけど俺、それを言った言ってないでさ、聞いてなくて思考ロックされるのはちょっと辛いんだけど、今の発言を聞いてた？ 9 番さん視点って俺がローになるのに、1番つって4番つって9番とか、1番つって4番つって9番って、なんで俺つって終わらない世界線考えてんの9番さんまあでもこれ言って9釣れなかったら村の落ち度だからね。うん、8番さんは分かってると思うけど、9番さんして1つって4つって9とか、4つって1つって9とか順番やってたけど、あなたして俺が黒なんでしょ？最初4白なんでしょ？で、今日2白なんでしょ？だって俺つって終わりじゃん。なんで明日明後日の釣り先なんて考えてんの9番さん。まあ、結論から言うと、5番の相方1、まあ4の方が濃いかなって思うんだよね、今の発言とっても。ちょっと落ち度作りすぎじゃないかなって。5番が狼で号泣ロールだった時に、ちょっと9番の生存欲が全く感じられん。わざとやってんのか素で出現したのか分からんけど、俺視点釣り順間違えなきゃ勝ちなんだよね。はい、今日は9で。2番さんが発言します。いくつか言いたいことがあって、まず今日絶対に1番さんか9番さんね。で、まず4番さんに関して言っておくと、あの4番さんが真だったルート、真だったパターンケースは確かにそうなんだよ。4番さんがまあ自称真っていうことらしいんですけれど、で6番さんあたりからなんかねじ曲げられてるような気がするんだよね。ね、もっとわかりやすく言うと、これ9、1外すとっていう話になってくるんだよ。少なくとも僕心霊能だからわかるんだけど、5番さんが白が出た以上、もう黒2人、悪いから灰を回してくんね。あ、これありなんですか？そういう暴言は。じゃあ回しますわ。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。
追放されるのは9番さんです。9番さんが発言します。はーい、明日1つって勝ちです。夜になりました。そのままお待ちください。襲撃されたのは8番さんです。1番さんが発言します。はい、まあ結果4黒だったんですけど、まあ正直4番さんの動きでなんかローかって言われると、まあ正直あの昨日の9番さんの落ち度もそうなんだよね。結局、まあ、4番さんがローで、まあ、あの動きしてたっていうしかないんだけど、4の狼要素っていう要素は拾えてないっていうか、なんだろう、5とつながる。なんか投票を見ても全然わかんないんだよね。まあ、初日4は5に投票してないって、まあ、それだけの理由でしかなくて、まあ、9は5に行ってるし、まあ、俺も5に行ってるからね。まあどうだろうね。まあ村地点すっきりさせるために今日俺釣ったとしても、明日は絶対4釣ってね。まあ、正直なとこも今日4釣って終わりたいんだけど、長いって思うならなおさらね。まあキュンの芯を追うんであれば俺釣って4釣りでお願いしたいかな。早く終わらせたいなら4ね。まあ、なんだろうね。まあまあ、強いて言うなら、強靭、4が強靭だった時って、騎士ムーブはしないかな。狼視点、まあ、進化、強化って分かんないから、白白で。だから、騎士使用したのが4番差の黒要素だったっていうのと、初日5番に投票できてなかったっていう感じかな。はい、もう4つって終わりましょう。2番さんが発言します。もうね、4今日はないよ。4オオカミでしょ。一番さん死んじゃないの。あの、僕発言であれこれあれこれ言われるのは全然体勢ついてるというかいいんだけど、チャットやめようよ。もう絶対4番さんに入れますよ、僕は。以上。4番さんが発言します。ざっと？なんで ?2 番さん視点、ワンチャンゴーシーン世界あるでしょ、2番さん視点。なんで急いで。おかしいじゃん。一番釣って終わんないよね。はい、4番さん。はい、偽です。確定です。でいいじゃん。2番さんの視点は。9番黒結果だったの、2番さん視点は。俺視点は51ローなんだけど。51ロー、急進。2番視点は ?2 番視点は、あれだよな。5番知る結果って言ったら5番新世界もあるんだよな。知らんけど。どうでもいいけどさ、チャットなんか打ったの。新じゃないのって言ったら、2番視点多分急に来るもんね。チャット打ったの。
どういうぐらいになってんの？まあでも一番まるで一番振っても終わらない世界って言ったらやるやん、一番やるやん。なるほどね、新老老でこれで逆にミスったらっていうことを、逆にミスがなければ絶対勝てないのをミスが起これって感じか。はあ、なるほどね。で、2番さんもそれを理解して呼ばに来ると。なるほど、強靭にも理解できたと。あとは村が落ち度ある。6番さんが発言します。ねえ7番さ、たぶん6番が残されてる意味はあると思うの。だから明日6番残されると思うからさ、7番だったら2番4番一挙一致するんだけど、2番4番どっち釣りたかったか教えといて。7番さんが発言します。え、なんて言ったんですか。まあね、でも分かるよ俺8番さんの気持ち。すごく分かる。なんでかっていうとね、全人街ってもうグレーつまんない、暇な暇でしょうがないんですよ。はっきり言って。正直今もうなんだかんだこれ1時45分ぐらい勝っちゃったでしょ。もうね、うん、それなのに一生懸命当ててあげようとしてるから。はっきり言ってね、まあ、そこの感謝をしてほしい、うん。申し訳ないけど、うん、まあ、そうですね。まあ、2番さんはなんか今日に関しては、まあ全然1番さんでもいけると思うんですよ、普通に考えて。まあでもそっか、2番さん目線も対抗だもんね、4番さんね。2番さんあって強靭。あって、真と強靭か。まあ4番さんはね、僕死んだと思うんですけどね、出方的にもあれ人外であんなことやんないと思うんだよな。まあ、かといって2番さんがね、なんで出てきた、どっちもだからなんでできたのって感じなんですよね、人外やったら。まあ6番さんも1番さん行くって言ってるのか、多分1番さんと2番さんは4番さん行くんですよね。俺は信じる、自分を信じる。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。追放されるのは1番さんです。まあそれは結構きついわ。